一緒にいて何のメリットもないかと思います。徐々に人間関係を話していくといいと思います。一緒にいてもプラスにもならないし、考え方もすごい固くなっちゃうのも。こんにちは、あけみまりです。本日お話しするのは身近で関わってはいけない人になります。現在私は松江区商材のパーフェクトラッシュジャパンとウェア関係のアクティブスタイルっていうブランド、あとフィルタータトゥーの運営をさせてもらってます。身近にいて関わってはいけない人っていうのはどんな人なのかって、まあ、多分皆さん大体予想はつくかと思うんですけども、文句が多い人、人の文句が多い人も、なんなら人の文句がネタな人、まあ、例えば誰々さんがこうだってとか、誰々さんこうだってとかっていう人が、まあなんで、まあ、楽しいかもしれないけども、そういう人といて、もうまずメリットがないんですよ。人と人が関わるときって、例えば情報交換だったりとか、少なからず人の文句以外で、例えば昨日の料理これして美味しかったんだ、どれどれどんなメニューだったって、もう人の文句言ってるよりかは多分そっちの方が全然こう材料として自分の多分知識増やせれるので、その人の悪口を聞いたところで何の知恵もつかないし、やっぱ聞いてる側も全然気持ちは良くないので、で大体そういう人って自分をよく見せたくて、あの人より私の方が優れてるのよとかっていうマウンティングをしたいっていう人の方がやっぱ多いと思うので、一緒にいて何のメリットもないかと思います。でもしかもそういう人って大体自分の文句も他の人に言ってます。自分の文句、みんなの文句をいろんな人に言いふらしてます、そういう人って。なので一緒にいても気持ちも良くないですし、聞いてる方ってもやっぱ気持ちが萎えてくるし疲れるので、わかんないですよ、もしかしたら一緒に文句言ってるのが逆に楽しいって思う人もいるかもしれないけども、でもそれってもうストレスの吐き口で終わるのであればいいけれども、言ってる方もマイナスな気分になりませんか。わかんないですけど、私もあんまやっぱ人の文句って言いたくないので言わないですけど、言ってる本人ってなんか気持ち悪くないのかなと思ったりとかするんですよね。私もすごい若い時にそういう人とたくさん知り合ってきたんですけれども、そういう人間関係を断ち切ったことでやっぱ自分の環境って変わってくるんですよね。一人二人そういう人をこう、言い方悪いですけど切っていくと新しい人との出会いもやってくるんですよ。でそういう人間関係を自分がブロックしているわけなので、違う人間関係がポッて入ってきた時に同じ人間は入ってこないです。あの人と一緒にいるとなんか楽しくないな、いつもなんか文句聞くなっていう風にも感じるのであれば、全然切っちゃっていいと思います。それを切った後に必ずいい出会いがその後にやってくるので、自分にとってね、こう人生って本当に短いので、文句を聞いてる3時間4時間ってすごくもったいないと思うんですよね。もうなんなら違う時間に多分こう費やした方がいいかと思うので、そういう人とはちゃっちゃと切っちゃっていいと思います。その次はまず否定をしてくる人、それできないからどうせとか、それ無理だよと、もうまず無理だよとかって、あなたにはこれは無理だよあっていうふうに言われると、あ無理なのかなって、自分のその言動をこう抑えられているような感じなので、もうどうせならちょっとね、お友達だったりとか彼だったりとか家族の方だったりとか身近な人とかに、やっぱそう自分のパワーを抑えてくる人よりかは、もうなんならどこまでいけるかぐらいな感じで見てもらいたい方がいいかなって思うので、否定形で入ってくるよりかは、あできるよあなたぐらいな感じの方がやっぱ伸びしろは絶対人間出てくると思いますし、否定形で入ってくるとやっぱこう自信もやっぱなくすので、そういう人がもし周りにいるのであれば、ちょっと徐々に人間関係を離していくといいと思います。3つ目は決めつける人です。決めつける人ってなんか、例えばテレビにこうね説明書があって、テレビってまあこれ押したら8ちゃんになったりとかするのはその辺わかるんでいいんですけど、人間って何の説明書もないので、あの人絶対ああだよとか、これ絶対こうだよって言われると、なんでそう思うんだろうとかも思ったりとか、もうなんかその勝手に決めつけたりとかする人って、要は
伸びしろがないので、そもそもそこから考え方も多分すごい硬いし、柔軟性がないからそういうふうに決めつけるわけじゃないですか。なので一緒にいてもプラスにもならないし、考え方もすごい硬くなっちゃうのもどうかと思うので、私ともそういう人たちをどん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 こう、まあ言い方は悪いですけど、切ってて切ってって、今すごい環境がね、とてもいい環境にもいるし、周り今すごいいろんな人と関わってますけど、みんなすごいプラス人間ばかりですし、笑ってばかりの人もいるんですけども、そういう人がやっぱ全然いない、まあ、切ってきたからっていうのもあるんですけども、やっぱいるといないで楽しさが全然変わってくるので、もうまず決めつける人はもう視野が狭いので、まず一緒にいても何のメリットもないで、仕事もね多分広くならないですし、生活パターンだったりとかっていうのも、趣味だったりとかっていう上でも多分一緒にいても楽しくないと思うので、私はそういう人はおすすめしないです。これはあくまでも私の意見なので、皆さんがねこれを聞いてて多分うんってあんまりこういい気分しない人もいるかと思います。あくまでも参考にしていただければなっていうところがあるので、最後まで聞いてくれてありがとうございます。この動画がいいねと思ったら、いいねボタンといいね押してねとチャンネル登録をお願いいたします。何かあればコメント欄までお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイ。